ほう、お願いあります。なんじゃ、申してみよう。お願いします。子供たちを集めてほしいです。伝えたいことはあります？いつでやの続きじゃな。確かにわしから頼む方が角が立たぬか。しかし、こたびは賞賛でもあるのか。いいじゃろ。よいじゃろ、わしに任せよ。おい、何故わしも並ばねばならぬのじゃ。お願いします。この子らのためにここは一つ見本をお示しください。そうか、今回手本か。わしは仮にも大人じゃからな。少しだけじゃぞ。前はみんなが聞きたくない話無理やりしようとしました。ごめんなさい。でも時々で少しで勉強を教えたい。ミルテあれから考えました。これを続けるミルテはもっと嫌われるかもしれません。でもみんなが生きる力を持つもっともっといいです。代わりに約束します。一度に一つ絶対面白い。そして、キンタの言う通り、ミルテも嫌な言葉上手になります。嫌なと言葉か、のお主らのような下船の者がただで推しを超えるという得ではないのか。しかも都来の博学者からなどめったにある話じゃない。確かにこの時代で海外の人からっていうのはめちゃくちゃ貴重だね。恋はそうかもしやねんけども、ならば良いではないか。ミルテも面白くすると申しておるのじゃし、騙されたと思って付き合うてみてはどうじゃ。神様がそう語るなら。ういうい、しょうがんめな。おひいさまお見事です。じゃ見たよし、見るけよ、始めるがよい。はい、ありがとう。みんなそれでは最初に17頭の馬やります。ほう、謎かけか。これは腕が鳴るわよ。お目に溶けるんかや。まあまあ見とれ、読者かをなめる手はないぞ。読書家か、楽しみだっちゃ。かいまるにはもっと簡単なものを後で教えますね。あーい、昔々王様が3人の子供にカクカクしかじか。ちょっとはふざけるな、そのようなことで納得がいくかだと思った。やんだ神様。まあ仲良くやってるのはいいことだね。なんだかんだ助けにはなったみたいだね。声並みやからっぽ。まあそうだね、秋だから特に急いでってことはないんだけど、とりあえず下準備としてやることといえば、材料を集めるか、あの肥料にする材料を集めきりたいんで、とりあえず旅に出ます。さあ島流し前のために頑張るぞ。3年目だからね。あー引っかかってる結構ねこの挙動多いんだよね。結構厄介だからね。あーあれか、なんかヤギみたいなやつか。うんうん、そっか、あのヤギを倒さないとちょっと無理なのか。夜なってしまうしな。取れるやつは取って時間来たら戻るか。多分夜はさすがにね。
って夜になっちゃうか、賞賛があるかどうか見たかったんだけど。そうだね、強力になるよね。やめよ、ライフ半分持ってかれた。これはちょっと、さあ、お米のため。材料はさっきね、どれだけ取ったんで。次、おい、意外とどんぐり手に入るね。うん、なかなかいい感じ。はい、次、良質な菓子ゲットで、君が前回強かったんだよね。ゲーで、ウサギちゃんのね、遠距離が強いからね。ピッと、さて、ボス戦リベンジといくか。意外と吹き飛ばしが強いんだよね。自然治癒は発生しないか。これボス戦いけるかな。あ、意外といけるぞ。意外といけるな。避けて、意外と弱かったな。なんかゲットしたね。ちょっと待ってね、何か覚えた。高波返し、両手武器を振り下ろし凝縮された力を波のように走らせると、熟練すると技が消えるまで長くなるじゃろう。おお、おお、あ、技が覚えれるのか。さあ、大東寺の森その3と、なぜ何故このようなところに鳥居があるのじゃ。これはこれはお懐かしゅうございます。御父竹利美様がかつてこの島を巡られたと森、各所に築かれた雲の架け橋ですな。雲の架け橋、我らヤナト親族にあって、主たる移動法の一つですじゃ。あ、ファストトラベル的な感じか。雲の架け橋は近い者同士がつながるため、これを用いて異なるところに転移することができますぞ。時を経てその力は眠ってしまっておるようですが、父
中病が作れたのであれば、この和紙が力を注げばまた使えるようになるかもしれんの。ん、これと同じものを家の近くで見たぞ。もしかしてここから一気に帰れるのではないか。ご明察ですな。さすがおひい様、やはりそういうことか。おひいすごいの。外からここへ一飛びできることもありますので、体操を立て直すには良いかと思います。めちゃくちゃいいじゃん。ってことはまだ深いってことだね。ファストトラベルがあるってそういうことだよね。まあ、ライフは危ういけど、ちょっと強くなってない？だいぶ。おお、高波結構強いね。ここはつかめない。どうか、鉄じゃないのか。ああ、なるほど。ふいっと。行きはいいけど帰りはダメっていう感じか。画面下が見れないね。お、いいのあるじゃん。どうか。いや、なかなかだね。ライフ回復手段が欲しいな。飛ばしいの、後ろ取りいの。はい、回復はしない。いやー、回復を落としてくれないかな。そろそろ回復が欲しい。だよね。ああ、これはいいね。あ、これはやばい、逃げよう。これはダメ。鹿が出てきたらダメだね、この状態で。さあ戻ろう。戻った。やっぱ時間かな。さあご飯作ろうか。ちなみになんかレアなもの手に入ったんだろうかね。とりあえず食事してまた翌朝迎えるか。何か食べるマスカー、加工品ですか。獅子肉、うさぎは食べた。豚、何か作るですか。まあこんな感じかな。
へい、今日もくたびれたの。さくな様、飯の支度はできましたぞ。おう、待ちくたびれたわい。今日はさくなのため、大きま、行きました、炊きました。ああ、美味しい麦飯。あ、麦飯なんだ。近場の野で少量ながらも麦が入るところを見つけましてな。今度に一品加えさせていただきました。麦飯か。美味しいよね。どこじゃ、早く食わせろ。What? まあ、だと思ったけどね。What? どうしてないですか？まさか、つい今しがたの話だぞ。茶碗ごとなくなっています。誰か食べたね。この淵の宮、峠で娘を働くのがどういうことかわからぬ者め、必ず踏んづかまえてやる。一人ずつ聞くのか。ほら、麦は生のままかじる方が、生のまま？こやつの下はどうなっておるんじゃ？ダウ？かいまるであれど、ワンごと持って行ったりはせぬであろう。まあ、金太だよね。くんくん、この彼、間違いない。わしの麦飯を食ったのはお主じゃな、金太。へへ、何のことだ？開け直りつもりか、わしの目は節穴ではないぞ。ならばそこにわしのワンが転がってるわけや、申し開きってみよ。死者ねえな、かいまるでねえかや。大口の聞けぬかいまるに罪をなするとは、どこまで少年が腐っとるんじゃ。死者ねえもんは死者ねえ。さくらさん、ここはそれがしにお任せいただけませんか。もう、それながら。おひいさま、頭に血が上りすぎますぞ。ここはあの者に任せ、一旦下がりましょう。もう寝る。まあ、よっぽど楽しみにしてたんだね。金太よ、男とは妙なことに意地を張りたがるものではあるよな。麦ではないか、お主が取ってきたのか。昨日はすまねかった。いいとこあんじゃ。今誰が何か申したか。おひい様、何や小さな声がした気もするが、もう一度申してみてはどうじゃ。子だから割り方って、恋でまた麦飯食え。また小さいかの、もっと大きな声を張って。おひい様、頭を下げた相手をあまり恥ずかしめるものではございませぬぞ。わかったわかった。よいぞ、こたびはこれで手打ちにしてやる。狭い峠じゃからな、その手癖の技改めてくれよ。なんでな。まあね、腹が減っててっていうのあるからね。田植えもんとやら、どうやらなかなかの手並みのようですな。そうじゃな、あのへそ曲がりを正すとは大したもんじゃ。意外と力ずくだったりしてね。まさかね。よし、行こう。